面白い。リコーダーはリコーダー。あれ。もうちょいで。リコーリコーヒャンポケはい。はい、皆さん、座れ。はい、じゃあ1本添えて。はい、パピちゃん頑張った。青ゴムこちら。はい、こっちも。1本押さえとってください。で、この子のご飯、ドライとは、何グラムでしたっけ2グラムでしたっけ、はい、ささみ2グラム細かく刻んで、ちょっとか、切りかけるし持ってきた、うん、ごめんね、タップの人は傷を見してください。はい、じゃあ傷口はこれどうなんですか。傷口は、まあまあ、いい感じです。治りがいい感じ、うん、ただね、食べんとさ、中がちゃんときついてこないんですよね。そう、外がパッといい感じに見えてても、やっぱ栄養をとってのやっぱ傷ね、ご飯食べての傷は上がってくるから、そこでちょっと食べが少ない子の場合、スープした後少ないから栄養を吸うんです。ただそれを吐かないように吐き止めを打ってやるんだけど、それで吐いたから昨日と今日とね、だからちょっともう一回ちょっと今日は調べようと思ってるんですけど、よいしょ。歩くのはね、すごい喜んで歩いた。一緒に歩いてました。うん、まだ行きたいっていう感じで。そうなんだ。うん、ちょっと抑えて。ちょっと今日はいつもよりはちょっとこう長く。あ、ちょっと待って、忘れてた。なんか忘れてた。当選しました。はい、話しよ、100の1分ですね。パピちゃん、ハサミだよ。あれ、いらないの？ハサミいらないの？みんなおいしいって言うよ。はい、じゃあ保湿ブラッシング。はい、ごめんね、ちょっと注射が3本打ちます。はい、タラちゃん、ここ見てね。はい、かかる。抗生物質と、ごめんね、痛み止めから吐き気止めと、よし、それで、あと口だけ。
はい、じゃあ逆転してください。持ってきといて、日本がないよ。ごめんね。外であげて、じゃあこれメタボブスケット1枚ね。はい、じゃあ待ち合いの方で。で、終わったら洗濯始めますんでね、はい。